日仏通信は当時フランスにいた日本の彫刻家高田博厚が1937年からパリで発行した在仏日本人向け日刊日本語新聞。日仏通信1937年、フランスに渡ってきた淡徳三郎の提案で、当時日本大使館参事官であった三谷高信に相談を持ち込み、400フランの補助金を受けて始まった。極東地域では日華事変が始まり不穏になり出した頃だが、日本からの情報はフランスの新聞にはほとんど出ない状況であった。国際新聞協定により、フランスのアバス通信社には日本からの情報も入ってくるため、淡と高田は同盟通信社パリ特派員だった井上勇からアバス通信社に入る情報を入手し、ヨーロッパ事情解説とフランス小話を連載し、日仏通信として発信した。発刊から1月しないうちに収入は安定し、読者はフランス国内はもとより、ソビエト、ドイツを除くヨーロッパ各国、さらに東はイスタンブール、南はエジプト、チュニジア、アルジェリア、モロッコにまで及んだ。やがて淡徳三郎は満鉄に引き抜かれるが、その後も、日仏通信を一人で発行する高田が、フランス紙の記者たちの目に留まり、パリソワール、ルタン、フィガロ、などが、世界で一番小さくて、一番高い新聞と書き、ユマニテには、世界最小新聞社社長として、高田博厚が紹介された。こうしたことが、きっかけとなって、高田は、パリの外国新聞協会の会員、後に、パリ外国人記者協会副会長となる。約1ヶ月の間、高田の下に身を寄せていた、武者の小路実篤も、日仏通信の発行を手伝っている。1937年4月、日本の飯沼正明飛行士が純国産の朝日新聞社機、神風号によって、東京ロンドン間を飛行する、世界新記録を樹立した際、フランスパリ郊外のルブルジェ空港に立ち寄った。飯沼飛行士を取材する高田の写真が残されている。また、フランスのラジオ放送で飯沼飛行士が挨拶するフランス語の文章をカタカナにして提供し、立派に通じたという高田のインタビュー記事が、1957年発行の週刊朝日12月1日号に掲載されている。個人購読料50フラン、月発行所見印刷工場。高田博厚のアトリエ公益財団法人日本近代文学館には、書誌番号013751で、日仏通信1067号から1165号までが収蔵されている。文水嶺、岩波書店、2000年6月16日。ISBN 9兆7840億603万179。高橋淳。世界最小新聞社社長、ユマニテが見に登場した、高田博厚。セプテントリオネル、日本フランス語フランス文学会北海道支部論集、3、29から42、https://7.ac.jp/nait/110009922876。高田博厚作品集福井市美術館、1997年。彫刻家、高田博厚、飯沼飛行士と、不思議な縁。市民タイムス。日仏通信。シニイー2019年12月30日閲覧。図書、雑誌検索。公益財団法人日本近代文学館。2019年12月30日閲覧。ありがとうございます。